バレンティノ・マーティン・パスクチは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の、プロ野球選手。イタリア系アメリカ人である。愛称は、バル、バールンなど。1999年の MLB ドラフト15巡目で、モントリオールエクスポズに指名され契約。2004年、メジャー初昇格。2005年、チバロッテ・マリーンズに入団。東北楽天ゴールデン・イーグルスとの開幕戦で、 岩隈久さから、来日初安打を放つ。開幕2試合目には、満塁本塁打を含む5打数4の安打7打点に、本塁打と大活躍。しかしその後は不調に陥り、李性用が2軍で好調だったこともあり降格。その後、ベニー・アグバヤニの故障で夏場に再登録され、8月に、なると17安打、5本塁打を放ち、買い打戦ながら一時期3割を超える打率を残す。 活躍を見せた。このシーズンは、ベニーや、マット・フランコ、リ・ショーヨーなどの主力外国人選手が欠場する、試合に出場することが多かった。シーズン終了後、契約問題で揺れたが1月に再契約し、残留。リ・ショーヨーが移籍し年齢も、比較的、若いため、今後の飛躍、成長が期待された。2006年は、イタリア代表として、後に、 オリックスバファローズに所属するアレッサンドロ・マエストリア、前年に、読売ジャイアンツに所属したダン・ミセリラと共に、ワールド・ベースボール・クラシックに出場。2005年はなかなか結果を出すことができなかったり、出場機会に恵まれないなど、数多くの苦労を味わったが、WBC イタリア代表に選出されたことから、一部マスコミに、イタリアのおしんと称された。8月には、 5日の福岡ソフトバンクホークス戦で、篠原孝之から、サヨナラ本塁打を放ったのを皮切りに7本塁打16、打点を挙げるなど活躍し、最終的には、前年を上回る13本塁打を放ったものの、数年で見ると得点圏打率、135と勝負弱く、また45安打に対して77三振という、打撃の荒さが目立った。11月28日、 自由契約選手として公示された。応援歌に使われた原曲はナムコから発売された、リブルラブルの BGM。2007年4月7日に、フロリダ・マーリンズとマイナー契約を結ぶ。参加のトリプル A 級アルバカーキでは34、本類だを放ち本類だ王となる。12月には、フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結ぶ。 2008年4月29日に解雇され、ニューヨークメッツとマイナー契約。参加のトリプル A 級ニューオーリンズで打率。290、27本塁が、オプス963の高成績を上げるも、メジャーに昇格することはなかった。2009年1月にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶ。2大会連続で、ワールドベースボール。 クラシックイタリア代表にも選出され出場。ベネズエラ、カナダ戦に4番 DH として出場したが、6打数1安打に終わった。6月18日に解雇され、27日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約。2010年5月14日にニューヨーク・メッツとマイナー契約を結ぶ。2011年もニューヨーク・メッツとマイナー契約を結ぶ。 参加のトリプル A 級バッファローで130試合に出場し打率26421本塁打オプス851を記録し9月6日にメジャー昇格2012年はメッツ参加トリプル A 級マイナーリーグでプレー。2013年の3月22日にメキシカンリーグのレオンブラボーズに所属していたが6月18日に放出された 逆方向に本塁打を叩き込めるパワフルな打撃と強権の持ち主で巨体ながら俊足も持ち合わせていた。しかし選球眼に課題があり外野守備は補給が危なっかしくマイナーでは一塁でも起用されていた。ありがとうございます。